マイケル・ブルース・ファイヤーズは、アメリカ合衆国フロリダ州、ブロワード軍ハリウッド出身のプロ野球選手。ウッドを右打ち、ウミギ MLB のオークランドアスレチックス所属。相性若い。ミルウォーキー・ブルワーズ時代2009年の MLB ドラフト22巡目で、ミルウォーキー・ブルワーズから指名され、プロ入り。 2011年9月14日のコロラドロッキーズ戦でメジャーデビュー。2012年は5月末にトリプル A 級ナッシュビルサウンズから昇格すると先発で安定した投球を続けてメジャーに定着した。2014年9月11日のマイアミマーリンズ戦ではジャンカルロ・スタントンの顔面に支給。スタントンはこれにより残り試合を全球。その後、 代打で出場したリード・ジョンソンにも支給を与え乱闘となった。2015年は先発ローテーションに定着し、移籍までに21試合に先発登板した。ヒューストン・アストロズ時代2015年7月30日に、ドミンゴ・サンタナ、ブレッド・フィリップス、ジョシュ・ヘイダー、エイドリアン・ハウザーとのトレードで、カルロス・ゴメスと共にヒューストン・アストロズへ移籍。 8月21日のロサンゼルスドジャース戦でノーヒットのオーランを達成した。アストロズ加入後は10試合に投げ、うち1試合は中継ぎでの登板だった。ブルワーズとの通算では31試合中30試合に先発登板し、7勝10敗、防御率3.69という成績だった。2016年はフルシーズン、アストロズの先発ローテーションで投げ、 30試合に先発登板。11勝8敗とキャリア初の2桁勝利を挙げたが、防御率4.48134奪三振など、他の主要部門の数字は低下した。また、アメリカンリーグワースト1位の17ワイルドピッチも記録した。2017年も先発ローテーションの一員として28試合に先発したが、8勝10敗と2桁勝利は逃し、 防御率、ホイップは前年からさらに低下した。オフの12月1日にノンテンダー FA となった。2017年12月8日にデトロイトタイガースと1年600万ドルで契約を結んだ。2018年は移籍までに21試合に先発して7勝6敗、防御率3.48であった。2018年8月6日に後日発表選手とのトレードで、 オークランドアスレチックスへ移籍した。この年は2チーム合計で31試合に登板、自己最多となる12勝を挙げ、防御率も3.56を記録した。オフの12月24日にアスレチックスと新たに2年契約を結んだ。2019年3月20日の東京ドームでのシアトルマリナーズとの日本開幕戦で自身初めて先発投手を務めた。 5月7日のシンシナティレッツ戦では自身二度目となるノーヒットのオーランを達成した。オフにはアストロズ時代のチームぐるみでのサイン盗みを告発した。2020年オフの10月28日に FA となったが2021年2月16日にアスレチックスと1年350万ドルで再契約した。2021年は開幕を故障者リストで迎えた。 ありがとうございます。